皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子でこれってできるのっていうことをちょっと2つご紹介していこうと思います。1つがこちら、私のベッドはダブルベッドなんですが、ベッドのシーツ掛け、ベッドメイキングですね、が車椅子だと大変なんです。ベッドが真ん中に、部屋の真ん中にあって両サイドこう行き来できるような作りであれば、まあまあ難しくはないかなっていう感じなんですが、なかなかそれくらいの部屋をあるところで難しいと思うので、どうしても壁側にね寄っちゃうと思うんです。でそういった時に、よいしょーってよいしょーって伸びれないっていうこともあったりするので、じゃあどうやって一人でシーツ掛けをしていくのかっていうのをまず一つ今からやっていこうと思います。マットレスは褥瘡予防とかではなく普通のグーグースリープを使っています。またお漏らしをしてしまう可能性もあるので防水シーツも敷いているんですが、この防水シーツがめちゃくちゃおすすめです。防水シーツって赤ちゃん用を結構使うことが多かったんですけど、なんかゴワゴワ感、なんか手触り、肌触りがあまり好きじゃないんですけど、この防水シーツはツルツルなんです。ツルツルなんだけどちゃんと吸水してくれるっていう、なんか不思議な防水シーツで、この防水シーツ1枚で寝ても気持ちいいくらいなので、皆さんにぜひおすすめしたいと思います。シーツはボックスシーツを使っています。コロコロしてゴミを取った後にまずは防水シーツを敷いていくんですが、敷きパッドタイプでゴムがついているのでマットレスに引っ掛けていきます。その後にボックスシーツをまた左の角の方から引っ掛けていきます。上2箇所引っ掛け終えたら、次は左下の方に引っ掛けていきます。まず防水シーツをある程度伸ばしてきて、この時まだ引っ掛けなくても大丈夫です。でその後にボックスシーツを引っ張ってきて、ボックスシーツ側面にこうちょっとね、生地を突っ込みながら、しっかりこう側面にグイッと下の方まで引っ掛けなくても別にずれたり取れたりすることはないので、ある程度こんな風に横側に押し込みながらシーツ引っ掛けていきます。ここはもうがっつり引っ掛けなくても、ちょっと引っかかって取れないくらいの引っ掛かりがあればまずは大丈夫です。車椅子に乗り移ったら、次は上の方から今度右側にね、こんな風に防水シーツとボックスシーツをかけていきます。もうこうするともうほとんど完成です。あとは微調整していくだけですね。シーツがセットできたら、次は掛け布団をセットしていきます。夏場はこの羽毛の掛け布団だけなんですけど、冬はこの上に毛布もかけていきます。毛布って布団の中で一番上にかけた方が暖かくなるの皆さん知ってましたか？本当はね、もう布団をかけた状態がいいのかもしれないんですけど、結局乗り移るとき邪魔なのでこんな風にもう折りたたんでおきます。こんな感じでベッドメイキング、こんな感じでベッドメイキングができました。はい、
まあ時間はちょっとかかっちゃうけど、でも一人でもシーツ敷けますし、基本的にはこの布団カバーもね、しっかり中から取って、まあ、全体的にこれ全部洗えるものでは揃えてるんですけど、全部取って自分でつけてっていうのはやろうと思えばできます。はい、こんな感じで、なのでぜひ皆さんも試してみてください。ということで次、はい、次はウォーターサーバーの水の詰め替え取り替えかをしていこうと思います。私ウォーターサーバーはですね、こちら下付きのですね、上にボトルを入れるものじゃなくて下にタンクを入れるものをレンタルしています。はい、上だとさすがにね持ち上げるのがしんどいけど、下だったらなんとかいけるかなって思ってやりました。で、普段はこういう風に段ボールに入ってるんですけど、ちょっと今回もう出しちゃったものがあるので、これを使って説明していこうと思います。水はこんな風に定期的に2個セットで届くんですけど、玄関からこうやって車椅子で押しながら押しながらリビングまで持ってきています。意外とねいけるんです普通に女子がね、上上げの上にタンクを入れるのはもうめちゃくちゃ大変だと思うので、だからこれを参考にしてね、皆さんもお家の下付きのウォーターサーバー、またはウォーターサーバーを入れようかどうか、何に入れようか悩うか悩うか悩んでる方は、ぜひこちらを参考にしてみてください。はい、カゴをこんな風に縦にして、そこにボトルをこうやってスライドさせて入れていきます。そうすると入っていきますね。カゴにしっかりはまっていなくてもこんな感じでざっくり入ってれば大丈夫です。あとはこの台に乗せるんですが、まあ、下から持ち上げて、テコの原理というか力点支点作用点というか、それを使って勢いよく乗せていきます。3つの穴にしっかりはめなきゃいけないんですが、それもさすがに持つの大変なので、ちょっとずつちょっとずつずらしながらうまくはまるようにセットしていきます。はい、こんな感じでですね、ウォーターサーバーの水を取り替えることができました。結構あっという間です。下から持ち上げるのって私には無理なので、下で全部解決できるこの下付きのウォーターサーバーっていうのはめちゃくちゃいいなと個人的には思います。これどうしてるのっていうことあると思いますので、ぜひ皆さんコメント欄に、これはどうしてるんですか、一人暮らしでこういうのどうしてるんですかっていうのを書いていただいて、まあ、私がやってることであればそれを動画にしていこうと思います。ということで、車椅子でこれちょっとやりにくいけど頑張ればできるっていうことのご紹介でございました。はい、この動画がいいな、役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。